さて、第2部の前半はですね、子守唄を続けてお送りしましたけれども、皆様眠くなりましたでしょうか。大丈夫ですかね。さあ、ここからはですね、気分を変えましてスクリーンミュージックをその曲ですね、お送りいたします。最近ですね、昔の映画を、よく見ておりまして、中でも印象に残ったものの中からですね、3つお送りしたいと思います。まずはじめにですね、1931年、結構昔なんですけれども、ドイツのオペレッタ映画からですね、会議は踊るという映画があるんですけれども、ただ一度の機会という、中で歌われている曲を演奏したいと思います。日本でもですね、長く、愛されている曲のようでしてね、夢のような恋への思いをですね、人生がくれたただ一度の機会ですよというね、歌うとても切ない、曲ですね。元気よくいきたいと思います。一期一会という、言葉が私は、結構好きなんですけれどもね、本当にそうだなと思いますね。今日ね、ここで皆さんがね、お会いしているこういうお客様とも一期一会大事にしていきたいと思います。次の曲ですね。次の曲は1955年のアメリカの映画ボジョーからの挿入歌ですね。同じく、ボジョーという曲なんですけれども、この曲はですね、サミー・フェインという方が作曲して、映画音楽史上、名作と言われているそうですね。プッチーニの歌劇、蝶々夫人を参考に作曲されたそうです。アカデミー賞にも、選ばれている曲ですね。お送りします。ボジョーです。
嬢から墓嬢でしたね、はい、続いての曲もですね、映画の曲はですね、映画でも有名な方と言いましたらもうチャップリンってもうすぐ私は浮かんでしまうんですけれども、1952年ですね、アメリカの映画ライムライトというね映画の中の、挿入歌ですね、エターナリーという曲です。この曲はですね、まあ、テリーのテーマとも言われてまして、道化師のカルベロですね、チャップリン本人が演じてますけれども、カルベロと、バレエのですね踊り子のテリーの、切ない、ね、恋の物語なんですけれども、そのテリーのテーマということですね、お送りしたいと思います。エターナリー。墓嬢から墓嬢でしたね、はい、続いての曲もですね、
映画の曲、まあですね、映画でも有名な方って言いましたらもうチャップリンってもうすぐ私は浮かんでしまうんですけれども、1952年ですね、アメリカの映画ライムライトという、ね、映画の中の、挿入歌ですね、エターナリーという曲です。この曲はですね、まあ、テリーのテーマとも言われてまして、道化師のカルベロですね、チャップリン本人が演じてますけれども、カルベロと、バレエのですね踊り子のテリーの、切ない、ね、恋の物語なんですけれども、そのテリーのテーマということですね、お送りしたいと思います。エターナリー。蝶々夫人を参考に作曲されたそうです。アカデミー賞にも、選ばれている曲ですね。お送りします。ボジョーです。55年のアメリカの映画ボジョーからの挿入歌ですね。同じく、ボジョーという曲なんですけれども、この曲はですね、サミー・フェインという方が作曲して、映画音楽史上、ね、名作と言われているそうですね。プッチーニの歌劇蝶々夫人を参考に作曲されたそうです。アカデミー賞にも、選ばれている曲ですね。お送りします。ボジョーです。